こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。A 列車で行こう9、始めていきたいと思います。ツイッチで配信しております。ツイッチ、よろしければアカウントフォロー、チャットコメント、ライブ視聴お願いいたします。ツイッチ、ライブウォッチ&アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。アーカイブは2日後18日の21時にプレミア公開で YouTube に流します。 Twitch のチャット欄に記載されているチャンネルで、公開いたしますので、ぜひご覧ください。 YouTube のチャンネル登録、高評価もぜひお願いします。 YouTube チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。ツイッチも、ツイッターもやっております。ぜひ、ツイッターのアクセス、アカウントをフォローお願いいたします。ツイッター、マイツイッターアカウントフォロー&フォロープリーズ。というわけで、この新駅というターミナル駅の一駅後に、まあ延長したわけですが、西新手駅で、これは145番か、これ。5番だから、鉄道の145番を西新に行く列車、西新を作ったんですが、ここまで行く列車と、そうじゃなく、
いや、これはちょっと違うな。これだといけないよね。カーブがきついな。無理なのかこれ。ならちょっと曲げるしかないっていうことか。ことはもうちょっとこっちに行かないとダメか。
チパンで。これ6000だから ここだとちょっと多分河川中があるとダメ。車両が走行しているため、あれなんで、うんで、あ、これで OK か。で、まあこうなるよな。なんでなの？
こういうことか。これが171番か。170番と171番ですね。どんどん列車が来るからな。こちらが何番な？これ213番か。13番これこんなん直進に変更ですね。で持って7番があって。13番はここで折り返しってことで、で170番171番はここでチェンジなんだけど、でまっすぐですね。171番はで速度制限解除撤去か。
60キロで、なんでだろう。バグってる？なんでだ？なんでダメなの？作戦中は。170、171番がこのまっすぐを通って、
感じかな。で、51が50番か、50番がここから出ていって、まっすぐで、10分で、まっすぐだろうな、これ。10分で、ここは全列車折り返しで3分停車か。
で、何回せんと、でこれが それから50番かな。で、逆に170番と171番が直進か。ラピートが名鉄2000か。2000の145が前来たんで、であと阪急1300系で新に行く便が2つか。これは行った方がいいんかな。まあ行った方がいいんやろうな。140から143が分岐、143が下車でここで折り返し、140-141は直進かな。
113は折り返しで、50は直進なんで、まあ4分か。140、141がまっすぐだから、これが この料理になってるよな。
そうだよな、これで出発して、あ、まっすぐか。空港で折り返しだよな、これ。140と141が西新か。
に。出発してる50番がでこっち側に入ってくる。運転車で乗車する。クコエクスプレスですね。クコエクスプレスもさ来るんか、こっちに。231のみだですね。ただやっぱり3つとも一応は分岐しときましょう。番線で行きましょうか。140番。
だ来てないですね。今度は171番がやってくる。145番が来た。45番は名鉄を2000系なんで、こっちで曲がるはずです。折り返しですからね。嬉しいですね。で、外側線に入っていく。結構すごいね、2200人も入ってるんだ。43番なんで、ここで折り返す列車ですね。今度は141番。おっと、これは下車じゃないよ。乗り降りですね。ゼロになっちゃいますね。
まあ、ここの十字路が問題ですね。折り返す列車はこっち側に入って、基本的にはそうじゃない列車はそこが線に入るんだけど、なんだろうこれ、あれなんで？ああ、折り返し線に入ってるからか。ここも改良しないといけないですね。運転させてくれるんだ。まあただ運転させてくれる言うてもあれですからね。お、これは快速ですね。快速来ましたね。
231番は夜間停泊なく24時間戦います。あれ、駅止まってる。止まってますね。停車してますね。いや、気がついてよかった。まあ3本の空港特急、あの E2 号機は3本のうちを1本しか行かないですからね。まだ休んでないんだ。23時36分なんで、車庫で休んでますね。何番だ、140番か。うちはもう車庫で停泊中です。
170番が入ってきましたね。じゃあ、土砂庫に入ってくれるかな。170番車庫に入っていきます。一応4本分ここに停泊できるようになってます。将来的にはここを延長する可能性もあるんですが、まあ、でも延長したら、こっちは延長したら、短すぎか。これ夜間滞留してるんだ。
登ってきた。171番をちょっと見ていきましょう。まだ出発しないですね。さあ、車窓です。西新駅に到着。折り返し線で折り返していって、阪急の列車をもうやってきている。乗ってますね。
今度は170番も追跡してみるかな。あ、143番これで折り返しだから止まらずに済みますね。43番がこれはあの芯で折り返しとなりますが、結構西芯の近くまでは入っちゃうんですよね。結構無駄が多い。145番の空港列車が入ってきた真の朝は本当に忙しい。あっと、かぶってしまっている3列車がやばいな。3列車がちょうどかぶっちゃいますね。この時間帯はこれちょっと問題かな。まあうち231番はあの来る時間帯が結構ランダムではありますが、状況によってはぶつかっちゃうかもしれないってところですね。50番がやってきた。快速運転をしますんで、213番の223、223系は
これ70、231か。190番と191番は配置してないのか。ああ、そうなんだ。間違ってか、しちゃったんだな、これ一旦売りましょう。山手線ですね。ということでですね、1駅分列車を延長させましたね。まあ、運行する列車は各駅停車だけでしたですが、あ、特急はやっぱりターミナル駅を、始発停止したいということで、これでいいんじゃないかなと思いますね。ひとまずはちょっと今回短めになりますが、ここまでしたいと思います。一旦切りがいいので、使ってないよね。次回はここの、環状線ですね、こちらに列車を走らせたいと思います。何を投入するかなんですが、まあ久しぶりに10両までいけるんだ。10両ってないよな。
この207の旋盤台を投入したいと思います。7両編成ですね。シーツで今7両しか、7両と渡岬線の6両しかないんで、7両で、この環状線投入したいと思います。第2メインの、都心よりは規模がちょっと落ちるんで、ちょっと編成を短く してもいいんじゃないかなってことで、走らせたいと思います。次回お楽しみに。少しお待ちください。はい、というわけで、次回お楽しみに。よろしければ、ぜひ、Twitch で、配信、Twitch のアカウントフォロー、ぜひお願いいたします。プリーズツイッチライブウォッチ&アカウントフォロープリーズ。そしてこちらの動画はあさって18日の21時頃に YouTube にプレミア公開で動画を上げます。Twitch のチャット欄に、そのチャンネルアドレス記載してます。ぜひアクセスの上、
チャンネル登録、動画の高評価をお願いいたします。毎月、This Live Archive YouTube チャンネルアップ 2days after YouTube チャンネルサブスクライブド and グッドボタンプリーズ、Twitter アクセス and アカウントフォロープリーズ、Twitter もやっております。Twitter も、Twitch のチャット欄にリンク記載してますので、アクセスの上ぜひフォロー、アカウントのフォローをお願いいたします。というわけで、A 列車で行こう9のライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。